じゃあまず探索者の紹介から行っていきましょう。まあどちらからでも構いません。どうぞ。はい、ウォーリーです。はい、よろしくお願いします。そんだけですか？もうちょい紹介いる。もうちょい、あの森の奥でから。あー、森の奥で暮らしている妖精です。茶葉の命を握っております。とりあえず人間じゃないと。人間でね、人外だこいつ。人外です、本当におかしいな。相方人外か。意味がわからん。はい、そしてもう一人の紹介どうぞ。はい、高橋マウンテンです。アマゾンの配達員やってます。以上です。アマゾンね。はい、あの超有名企業アマゾンです。じゃあそれでは始めていきましょう。はい、はい、クトゥルフ神話 TRPG 毒入りスープ作者ドロシンシ様作、これより物語を作成していきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、まず探索者2人なんですけども、現在は夜でございます。はい、あなたたち、まあ仕事とかね、そういうことが終わって、まあ自分の家とかね、その森かな、森に帰ってきて、これから寝ようかなという時でございます。そこから、はい、まあ自由な行動をとってもらって構いません。どういう風に寝ますかね。まあどういうとこに寝ますかね。自宅やろ。自宅。え、はい、どういう風に過ごしますかね。夜なんで YouTube でも見るか。 YouTube を見て過ごして、それから寝に入るということですかね。はい、そうやね。じゃあウォーリーどうします。ウォーリーはじゃあちょっと紅茶でも飲んで。紅茶でも飲んで。はい、紅茶でも飲んで寝ると。なるほど。はい、そしてですね、探索者はある日の夜目を覚ますと、これまだ夜深夜、まあ外の状況がわからないので時間帯はわからない感じですね。あ、はいはい、ということで、あなたが目を覚ますと正方形の部屋に閉じ込められていることがわかりました。あなたがいつも眠っているあの森とは違います。ここはなんだという感じですね。で、何も使わずにわかる方法、目星とかそういったこと以外でわかる情報、その真ん中の方には机の上に乗った真っ赤なスープが一つ置かれています。そしてその隣にはとある紙が一枚ポツンと置かれているような状態でございます。上から照らされている光がぼんやりで光っていて、あなたたちをまあ見えるようなぐらいですね、あたりが多少見える、そういった状態でございます。で、その隣にですね、まあ誰か人のようなやつがね、まだ眠っていることでしょう。さて、あなたはどう行動したいたしますか。じゃあとりあえずその紙を見ようかな。紙を見ますか。はい、了解です。で、うん、ここはどこだと。どこだということで、まあダイスロールをお願いいたします。まあこれは目星になりますかね、見たいんだとしたら。で、目星は 75 1D100 を振ってください。 1D100 をお願いします。はい、16ということで成功だね。お、帰りたいなら1時間以内に毒入りスープを飲め。飲むまでは君じゃここから出られない。1時間以内に飲めなかったらお迎えが来るぞ。というような情報がわかることでしょう。はい、情報は以上ですね。さあ、ここからどう行動しますか。でも毒入り確定しとるわけやろ。もっと情報が欲しいところやけど。起こさないでいいんですかね。ドアが4つあるけど。なるほど、ドア。はい。まあいいですけど。え、これはどこにおるかは、まあ、床だね。床。マウンテン君は起こせる。マウンテン君は、まあ、右か左のどちらかにいるかな。じゃあ、右のドアを開けてみます。あ、ドアじゃなくて、この部屋の床に二人ともいるって感じだからね。床、あ、床。なるほど。じゃあ、マウンテン君を起こします。起こします。はい、わかりました。はい、マウンテン君、おはよう。おー、来たー、起床だー。ということで、目を覚ましたあなたは、はい、目の前に起こしてきた人物、誰かと思って見ることでしょう。はい。しかし、あなたの目の前にいたのは、人間とは似ても似つかない、それは、
世にもおぞましいような光景が目の前に広がっていることでしょう。ここであなたは産地チェックが入ります。見方見てよ、産地チェック入る。はい、あのまあこの世のものではないんでね。おぞましいもの、目の見た目が怖すぎる。1D 何 100? 1D100 を振って成功なら0、失敗なら 1D3 です。ちょっと待って、成功とか失敗が分からんねえわ。産地チェックなんで50以下で成功、50以上で失敗です。 OK、 いくぞ、ダイスロール。お、16ということで産地現象はなし。よかったね。よかったね。ないよ。まあこんなやつおるか。ということで、まあ見知らぬ人と一緒にね、目を覚ましますと。さて、これからどうしますか。まあ情報を伝えてあげないんですか。と、じゃあマウンテン君に名前、名前分かってないよ。そうだね、名前まだ分からんのか。そうね。私のことは知っている。そういえば僕はウォーリーというものだ。君は、君の名前は何だ。あ、高橋マウンテンと申します。おお、マウンテン君。はい。君は何をしてたんだ、さっきまで。ああ、さっきまでちょっと YouTube 見て寝てたら起きたらここっすね。僕も紅茶飲んで寝ようとしていたんだが、気づいたら、こんな知らない部屋に連れてこられてしまった。あ。災難ですね。あ、で、その紙が机なんかにあったんだけど。見せますか？あ、見せれるんだったらじゃあ見せます。こんな紙があったんだけど。毒入りスープか。これ飲んじゃいます。あー、ちょっと配達まだ残ってるからな。どうしようかな。ちょっと君人間じゃねえし、いけるんじゃね。いやでもちょっとひ弱なんですよね。いや、マジ意外と構造上いけるんじゃねえかな。どう、ちょっと。ちなみに、あ、毒素の浄化が、ちなみにですけど、もう一個あの目星を振ることによって得られる情報はあります。うん、じゃあ振るか。え、1D100 でいい？うん。行きまーす。ダイスロール。7。強いよお前。お強い。ということで今度は、はい、まあ部屋の情報ですね。どこがどういう部屋なのかっていう情報が入ることでしょう。こういうメモも落ちていました。こう。ん？今あなたたちがいるのはスープの部屋ということになります。そして左側には、まあ、そうですね。東の部屋は錆びた鉄でできている扉になっております。西の部屋は綺麗な木製の扉となっています。南の部屋かな？あ、北だ。北の部屋は真っ白なドアノブなどがない板のような押し扉となっています。南の部屋は小窓付きの一回り大きな分厚い扉となっておりますということがわかることでしょう。はい。でも個人的には書物庫一旦行ってみたい。マジ？書物庫がスープについて書いてるから。ああ。それだったら調理室行った方が早いんじゃない？ああ。調理室でなんか新しいスープ作るとか。あ、そっか、スープ一杯飲めば出れるんだっけ。毒入りスープを飲め。毒入りスープを飲め。いや、もしかしたら、うん、その毒を中和するものとかがあるかもしんないから。確かに。どこ行く？じゃあわしは調理室ちょっととつろうかな。調理室行きます。もうバラバラ行っちゃっていい。まあバラバラに行ったとしてもまあいいでしょう。バラで行く。じゃあ、じゃあ書物庫行こうかな。書もよろしく、書物庫よろしく。はい、情報があったらどちらからやればいいですかね。じゃあ先に起きた方からで。書物庫。はい、書物庫行こうかな。それでは西の部屋ですね。西の部屋は綺麗な木製の扉となっています。まあ鍵などはかかっていないので難なく開けることができるでしょう。開けますか。はい、開けます。そして開けるとですね、まあこんな感じになっていますね。